こんにちは、サンシャインチャンネルです。今日はマグカップフレンチトーストを作りたいと思います。材料は食パン1枚、卵1個、練乳大さじ2、牛乳 80cc、 バター 5g、 チョコレートシロップを用意しています。はい、まずはボウルに卵を入れます。卵1個です。次に牛乳 80cc を入れます。最後に練乳は大さじ2杯です。ではフォークでよくかき混ぜます。新鮮な卵なので混ざりにくいかな。ここでちゃんと混ざってないとダメっぽいですよね。あ、白身がすごい。白身が、どうですか。いいですか。はい、で卵液が出来上がりました。今日はマグカップ1つだったんですけどちょっと量が多くなりそうなので2つに分けます。半分でこう、よいしょ、はい、半分ずっこにして、はい、食パンを食べやすい大きさにちぎります。はい、これだったらちょっと乾燥してきたパンとかでもしっとり食べれるからいいですよね。かなり適当に食べやすければいいんじゃないということで、ちぎって本当は多分時間があれば包丁で切るんでしょうけど、ちぎった方がなんか染み込みやすくなる。あ、そうなんですね。ていうかもパンが溢れてきた。ちょっと後で下につけるんで、グイグイっと押せばどっちが少ないかな。なんかこっちの方が少ない気がする。はい、これでちょっとこれでちょっと卵液に浸すためにちょっと押し付けちゃった。ブニョブニョってなってる。なんかな。でこれでちょっとなんだろう、浸るまでちょっとしばし放置です。それでは600ワットで2分間電子レンジにかけます。この時ラップはかけずにそのままでいいです。出来上がりました。あ、いい香り。こちらで出来上がりまして、ただこちらのバターを、はい、乗せていきます。じゃ最後に今日はチョコレートシロップを用意しましたのでかけていきます。これはお好みでメープルシロップとか蜂蜜とかに変えてもいいと思います。生クリームにしてもいいかも。出来上がりました。今日はフレンチトーストです。あ、美味しそうな香り。はい、熱々のうちに食べてください。あ、熱い、うん、ふわふわしてる、うん、ふわ、美味しい。めっちゃふわふわしてる。普通のショッパンじゃないみたいね。どうも、でもこれちょっとパサッとしてし始めてた食パンなんですよ。それでもふわふわしてるよ。でもふわふわになるもんですね。しかもマグカップでできました。マグカップでね、簡単にできるからいいよね。はい、めっちゃ美味しいですね。甘さも控えめでした。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。